ああ、はい、じゃあそろそろ大会やります。皆さんエントリーしてくださいね。はい、じゃあ今日は大会の形式としては 2on2 ですが、なんか希望があれば。まあなければもうランダム 2on2 とかになっちゃいますけど、大丈夫ですか。さあ、とりあえず皆さんエントリーお願いします。エントリー、はい、ただいまエントリーが11人、まあ、多分まだ書いてない人もいますが、じゃあ今日は普通に 2on2 でいいですかね。に希望もないさそうなので、今日多分15人ぐらいはいますよね。いますね、今日は15人ぐらいは。まあそしていつも通り友座さんからの電話があったんで、ありあったんで
さあ、じゃあ15人っぽいので、じゃあ3音にしますか。5でも5チームか。5チームとなるとなかなか難しいですね。あ、入ってない。8チーム。あ、2オンの8チーム。で、ああ。はい、じゃあとりあえずチームはこっちの方でランダムでくじ引きで決めちゃいますね。
はい、じゃあ、一応2オン2で8チームですね。まあ、戦力ばらけてもちょっと今日は文句なしでやりましょう。うん、今こっちで抽選をしまして、抽選決まりました。今トーナメント表を作成します。しばらくお待ちくださいませ。今日は16人なので、8チーム16キャラ1人1キャラ持ちの2オン2、ダブルイルミネーションじゃなくノーマル。ああ一応ですね、負けたらルーザーズに行くダブルイルミネーションということで、まあ、一応1回負けても大丈夫というルールになっております。さあ今トーナメント表を作成しますんでちょっとお待ちください。これキャラはメインキャラとか自由とかなんか縛りあるんですかね。キャラは一応今回自由ということだそうです。なので相手のチームの使うキャラを見て何を使うか決めていいということですわ。これいろんなキャラ使える人がね当然有利ととも限らないんだよね。これねサブキャラではなかなか勝てないからね。後期もあり後期はなしです。プレミアムサンデー、そっか今日は6月の最終週、最終日曜ですね。もう6月終わりですわ。あれ今日6月だよね。今日30日、あ、違う、1日か。4月だった。早いもので半年も終わりですよ、もう今年も。店員のハゲさんが今トーナメントを作っておりますが、ダブルイルミネーションのトーナメントの作り方がよくわからないということで、とりあえず普通のトーナメントはとりあえずできました。負けたらまあもう一個の紙に書くと、裏とかに書いていくという、まあ緩い感じでやっていきたいと思います。遠征勢はね、遠征勢は特に来てないですよね。まあこの辺の、あ、伊佐治さんってこっち、伊佐治さんがいます。あとはいつも通りのメンツですね。はい、5000円両替した方誰か千札4枚忘れてますよ。お、それハゲさんなんかうまいもんで僕行けばいいの、ね、あ、
これでうまいものいっぱい、うまい棒なんか来る途中に立ち飲みあったからそこ行きますか。はい、じゃあできました。じゃあ発表しましょう。チーム2on2 ですね今日は、まずはハゲ&ヒデチーム、でバイパー&中島チーム、で山本&ジャボーズチームと発展校&湘南チーム、で機械&グッチチーム、ペコ&お茶丸くんチームと、ウネ&イサジーチーム、でトモザ&小江戸チームって感じにちょっとばらけましたが、ばらけましたね。まあまあでも、まあまあまあね、うん、1回負けても優勝できるんで、1回負けても大丈夫、1回遊んでも大丈夫、大丈夫大丈夫、遊び心をね、はい、じゃあやりますんでね。今あのモニター配信台ちょっと対戦ストップラストにしてください。チームはランダム、そうですね、ランダムで今回決めました。運ゲーです、運ゲキャラ分布結構分かれてますよ今回というか、なんだろう、16人いて16キャラいるわけじゃないですが、ホーク、竜、ホンダ、竜、キャミー、チュンリー、ベガ、ガイル、サガット、中島さんって何ですか、ガイル、龍、剣、まあ龍剣が多いのかな、でもね、まあ龍が多いか。さあ、あの配信台もう終わりです、終わり、ストップしてください。サガットは X でバルがいません。さあ、ノジアイこれで最後で、最後と言っておきながら、なんかもう何試合も続いてますが、ね、うん、これね、配信台っていうのは分かってないかもしれないですね。分かってないぜですね、これね。今湘南さんと伊佐治さんがやってるところですかね、はい、これが最後ですよ。あとはあれですね、ルール、まああの普通に勝ち抜きで、勝ち抜き、あ、普通に、あ、ダブルイルミネーションじゃなく、あ、いや違う、あの2 on 2で、うん、ああ、はいはいはい、はい、普通にね、うん、まあ、勝ち抜きでってことですね。早稲田形式とかではなく、はい、うん、まあ、勝ち抜きで普通のね、うん、はい、わかりました。で、キャラはやっぱ先方申告じゃないとおかしなことになるんでね。キャラ、じゃあそうですね、まあ、最初、まあ、申告で、そうですね、てか、まあ、紳士協定で、まあ、ね、ね、わかるでしょみたいな、わかるでしょみたいな感じでもいいのかな。お互いね、まあ、そんな人いないもん、いないでしょ、この来る人でね。そうです、そうです、紳士しかいないですからねえ、うん、ガイルを見てね、よしたダルシムなんてね、普段使わないのにね、そんな人いないですよ、そんな人いないでしょうね、うん、まあ、ということで、じゃあまあ一応ね、心に決めたキャラを出すと。そうですね、いうことで、トーナメントなんか晴れますかって、なんか、まあ、でも難しいですよねこれね。一応カメラで映すとかはできるけど、じゃあカメラで一応映してあげた方がいいのかな。さあ、の試合が終わりまして、あ、カメラがある、カメラがある。
お、あ、トーナメント、あ、ね、じゃあ自分が指示しますね。もうちょっと左。あ、オッケーオッケー、もっと前、もっと前、もっと前、もうちょい左、左、もうちょい前。あ、行き過ぎた、もうちょい右、右。あ、そうそう、あ、オッケーオッケー、ストップ、もうちょいアップ、前進、あ、オッケー、ちょい上、5センチ上、あ、オッケー。トーナメント見えますかね。はい、一応こんな感じでございます。バッチリバッチリ見えてます。はい、じゃあまあ一応このトーナメント表を、まあ、頭に入れてもらってちょっとアナログだね。はい、あ、一応はい、 OK だそうです。はい、さあ、じゃあ早速やっていきますかね、これね、やっていきましょうか。はい、皆さん分かりました？あの相手の方分かりましたかね。一応トーナメント表こっちありますんで、チームメンバー確認しておいてください。さあじゃあやりましょうか。やりましょうかね。最初の対戦、はい、もうね、もう夜も10時超えましたね。超えちゃいましたね。はい、やっていきましょう。はい、ハゲヒゲ対、はい、バイパー中島チーム。ハゲヒゲ対バイパー中島、第1回戦でございます。ハゲヒゲバイパー中島。はい、そしたら 1P、2P をじゃんけんで、あ、ダブルイルミネーションです今回。はい、なんで一回遊んでも大丈夫です。お、じゃんけん勝ったのはバイパー中島チームですね。さあ、ハゲさんはまあいろいろキャラ使えますからね。バルログも使うし、あ、 S サガっていう手もあるな。なので、まあでもヒデもチュンリーなんで、まあどのキャラにもねいけるんで。さあ、一応ね、キャラは何に使っても OK だそうです。で、申告なんですけど、はい、なんか申告めんどくさいんで、はい、紳士協定で。あ、じゃあ分かりました。一応じゃあ聞きます。ここで聞きます。はい、ヒデチーム決まりました。はい、じゃあバイパーチームお願いします。分かりました。はい、じゃあお互い決まったということで早速始めてください。さあ、先方はハゲダルシムと中島ガエルということで、これはハゲヒデチームが読み勝ったか。最初からが熱い試合だ。がハゲダルシムがじわじわと追い、あ、しゃがみシューパンという技を知ってる。これはやりづらいぞガイル。さあ画面端追い込んだ。こっからガイルがきつい、後ろがないときつい。さあ、余計なことはしないハゲダルシム。さあ、画面端、これきつい。さあ、残り13秒、まだ時間はある。飛び込んだところに大空。さあ、これは、おっと、これは一回やったチャンスを逃すとガイルがやっぱきつい。さあ、体力リードはダルシム。さあ、ファイヤーモード、ファイヤーでじわじわと画面端に追い込んでいきたいところ。さあ、ガイルどうする、ガイルどうすると
さあガイルが若干体力をとこれ逃げそばった相打ち OK、 これうまかった。さあガイルはダルシムに対してはジャクソニーから攻めていきたい。さあ体力はほぼ同じ。ここでさあこれいい勝負、これいい勝負だと、ここでガイルが当たっとっとっと、おっとおっと、あーっと、これソニックに当たった取ったの中島ガイル、これは素晴らしい。さあヒデチュンリー、ただヒデチュンリーなのでこれはどうなるか分かんない。さあガイルチュンリー、ガイルチュンリーいい勝負ですね。まあチュンリーがなんだかんだこう溜まってしまうんで、あとガイル側はどう戦列をかわすかと。さあガイルもチュンリーも溜まったが、さあ画面端画面端、ガイルちょっと苦しいか。さあヒゲ後ろに下がってった。ドラケン、さあ若干時間が足りないか。さあどうする、さあソニックで追いかけてくが時間がない。1本目はヒデ、さあチュンリーのゲージが溜まる前にガイルは何とかしたいところ。これで溜まってしまった。さあお、さあここで当たらないように立ち回るしかないね。と投げ投げ投げ、これ強引、3回投げた、ずうずうしいも程がある。死んだ方がいい、確かに死んだ方がいい、死んだんー、あ、これうまい、あっと、まあ、今の OK でしょう。あと飛びが入って、これはガイルペースか。さあチュンリーがたまる前に殺しきった方がいいかもしれない。さあこれはガイルペースでいったが、お、うまい、太鼓うまい、七色の太鼓。さあと飛行の戻りに前そば、これはテクエ。さあ勝ったのはバイパー中島チーム、キャラ差を物とのもせぬ素晴らしい。キャラ差さあキャラ差、キャラ差関係なかったさあじゃあ次行きましょう。次が山本茶坊主チームと破天荒湘南チーム。さあ、じゃあじゃんけんで 1P、2P 決めてください。これは、ここはもう、リュウサガとか決まりましたか。先方はですね、一応申告制となっておりますので、チーム内でちょっと決めて、はい、さあお互い決まったのでじゃあ始めてください。先方が破天荒龍と山本チュンリーですね。破天荒さんが 2P の龍ですね。
さあ、破天荒さん、破天荒ですけど、プレイスタイルはね、まあ、結構堅実ですからね。さあ、龍がゲージを貯めて、貯めて、対空しっかり。めくり竜巻からさあ波動で押して押して押して画面端まで押してきた。さあ先に溜まったのはチュンリー、リーも溜まった。さあ画面端一旦逃げてと、これはさあ、これは投げで一回で死んでしまう。この投げがね、やっぱりキャラ差なんでしょうね。それがなければだいぶいい勝負なんですけどね。先にチュンリーが溜まって、ここで一回出してって、さあ投げ、さあどうすんだこれは。さあ龍が今真空溜まって、これはちょっとぶち当てたいところ。おっとここで波動でこかしたが、置き攻め失敗。山本チュンリー勝利ということで、次出てくるのは湘南龍。さあ開幕飛び、お結構減らした。とさあ画面端にいい感じに追い込んで、さあ溜まったぞ溜まったぞ、冷静に投げた。さあ対空、あそうだね今から、ああ、おーっとこれは今気候、まあ、入れ込んでましたね今ね。気候打った瞬間に真空出ました。さあ取ったのは湘南龍ということで対照戦。さあチャボスさんがエクサガット、サガット龍ね、なかなかサガット使いもね貴重ですからねこれね。さあ打ち合い打ち合いで、サカットはずっと体力リードしたまま最後まで殺しきりたい。さあ投げて、さあ体力差結構ついてる。下タイガー下タイガー、おっとこれはうまい飛び入って、さあこれは逃げ切れそうな体力だが、お特に何もせず冷静。1本目チャーボーズさん、どうリバーサじゃないアッパーカット、と飛びが入って、おっと対岸にいいから投げ、俺がチャーボーズさん動きがいいぞ。
このサガットはこの体力をリードしたいところ。さあタイガーで押してる、タイガーで押してる、うまい。これはさあどうと飛びが入って、これはさあ1対1。さあサガットの辛いところですね今ね。タイクは出さないが、さあ大会2から投げ、さあ体力半分持ってった。おっと飛び、さあ今んとこ下がったペース。さあ龍はどうする。これはタイクはおっと進化、これは一発、うん。さあ残り13秒、どうすんだこれは。とサガットチャボーズさん勝利ということで、山本チャボーズチームが勝ち上がりました。山本さん、あ我々だ、じゃあ僕マイク僕にマイク渡されちゃった。あれどうもマイク渡されちゃいました、山本です、こんばんは。続きまして、機械グッチチーム対ペコチャマルチームですね。ワンピツーピーじゃんけんは終わってるのかな。終わってますね。ワンピーが機械グッチチーム、ツーピーが、ペコチャマルチームと。はい、はい、1P がですね、グッチバイソン、2P が、ペコエスケンということで、開幕は勝利が刺さった、ところですね。やっぱ、エスケンの勝利は無敵、全身無敵上昇中ということでね、やっぱり判定強いですからね。さすがにバイソンといえどオワオワ言ってると危ないっていうところで、あっという間ゼロドットなのか1ドットありますかね。まだまだガードはできる、まだまだある感じですね。バイソンもゲージあるんで一発入ればってとこですね。おナイスですね、竜巻でめくったところを後ろからしゃがみ大パンアッパーですね、うん。おダッシュ系にやっぱり昇竜拳合わせていくところすごい反応ですね。うまいです、うまいというかよく反応できてるなっていう。で、ダッシュ系出したいところに波動拳を置いていくというスタイルですよね。で、起き上がりクレイジーにアントビで最後ダッシュ、あれガード入れてなかったんですか。お釣りクレイジーにはお釣り入らないはずなんで多分ガード入ってなかったんじゃないかなと思います。3ラウンド両者1-1で3ラウンド目が、ごちゃって画面端に投げてバイソンを押されてますね。エスケンペース、ただバイソンも早いうちゲージさえ貯めてしまえばまだまだ
あるんですが、ちょっと体力差が激しいですね。さあ頑張りたいところ、バイソン側としては頑張りたいところ、なんとか一発得てと思ったところに昇竜拳で切られてしまい、続いて HP 側が機械さんですかね、キャラは何を選択するんでしょう。 S 剣に強いキャラなんですかね。S 剣に強いキャラいるんですかね。お、ここは自分の愛車というかあれですね、メインキャラガイルを選択と。ん、まあ激しいソニックと波動の打ち合いと思いきや、結構飛んできますねペコさんの S 剣は。お、まあそっですね、 S 剣はガイルの反応に対して裏切りの期待があるので、いわゆる TBS っていうやつですかね。おっと、しかしバックジャンプソニックを踏まされてしまった。1本目は機械ガイルと。そうですね、ガイル側があんまり対応ができしているのですが、潰されていく感じですね。しにくいというか、これ距離的なところで調整してるんですかね。そうすると落とせたり落とせなかったりみたいな、ごにゃっと。おっと、しかし最後は中川一空対空で、全くでもあれですね、あ、ジョイントあるんでちょっと待ってくださいね。そうですね、ここで 2P 側がお茶丸バルログ、バルログガイル、そうですね、ゴニョゴニョっと。よくバルログ戦僕も分かってないんですが、やや有利、バルログ側がやや有利ですが、おっと最後はザクッと爪がやっぱりあれですね、バルログはキャラ強ですからね。結構あの爪のヒットも減るっていうね、なガードしてると、ガードしていると投げに来てしまう、投げを警戒していると今度あれですね、打撃でって。おっと、今日行ったとこに上り大キックできっちり空対空と。で3本目両者一、3本目動きがやっぱり早いですからね、バルログね。しっかり見ていかないといけないんですが、あ、見すぎると投げられてしまうという。ん、打撃も強い、今日の打撃も結構ある。しかし投げて、投げ受け身ありで最後はサマー、はい、きっちり。HP 側は機械グッチチーム勝ち上がりですね。続きまして、うねいさじチームと友沢小江戸チームですね。1P、2P、ジャンケンお願いします。はい、機械グッチチーム勝ちですね、今の試合は。
いやー結構後からね来た人が何人かいるんですがね、ちょっと残念ですが、さあ試合は今うねいさじチームと友ざこえぞうチームが戦っておりますね。俺は小江戸さんのベガと、俺はうねくんのガイルかな。まあ小江戸さんが買って、ああそうですね、ベガベガチームなのか。ああイサジさんのキャミだ、キャミをまずね見ることが稀なので全然わかんないですが、キャミのことは。あーこれベガの立ち台キックがしゃがんでるキャミに当たんないんですよね。あーこの絵はもうリバーサー、フーリガンもしっかり対応している。ダーイ。さあ、小江戸友達チームの勝ちですかね。はい、さあさどうしますかね、ルーザーの方先やるか。じゃあルーザーやりますか、先にウィナーズ決めちゃいます。じゃあウィナーズを先に決めちゃいましょう。はい、じゃあバイパー中島チーム対山本チャボーズチーム。さあ皆さん紳士協定と言いつつちゃんと報告に来てくれますね。はい、じゃあ両方決まったのでスタートしてください。はい、あキャラは自由ですよ。はい、じゃ あ相手がいいって言えば、さあどうでしょう。OK 出ましたが、じゃあどうぞどうぞお好きなように。はい、じゃあ
始めてください。あれ、ああ、相手も変えるということですね。あ、時間切れで竜になっちゃった。さあ、まずは山本さんの竜とバイパーさんのホークですね。わあ、画面足、おお、逃げていく、脱出して、おっこ勝利を落とす。ああ、やっぱ危ないですよ、危ないですよ、危ない危ない。ああ、俺たちもうね、これしか狙ってませんよ。あ、竜巻が当たって、あー、ここは、あ、なんとか、あー、俺たちさあ、2連続俺たちで、まずはバイパーさんが勝利。さあ、そして残るはジャボーズさん。ジャボーズさんはまあメインは X サガットですが、ここはおお、 X サガットですね。さあ、もう開幕の飛びからいきなり回してって、お、膝で切り返す。あ、タイガー、タイガー、ダイヤシー。あ、体力はまあほぼ同じ。あー、俺たちもうバイパーさんのゲージが溜まったらもうやばいですよ。あー、あーっと余っている。これは、これはさあ、チャーボーズさん、なんとか、さあ、もう俺たちじゃなくても倒せるけど、でもバイパーさんは狙ってるはずです。一回転でも終わる体力ですが、そこはバイパーさんの美学が許さない。さあ、そう言ってる間に体力が逆転しているぞ。さあ、確定反撃取って、タイガー、タイガー、タイガー、ダイヤシー。さあ、さあ、高め、お、これは上タイガーの確定を取る。ああ、膝が確定する。お、アパか。さあ、ゲージがたまる前に倒してしまおうということでしょうか。あっ、あっ、あっ、これは俺たちもうね、俺たちで倒せないぐらいなら勝つ必要ねえんだという言わんばかりの試合展開。さあ、勝ったのは、さあ、バイパー中島チーム。さあ、次は機械グッチチーム対友座小江戸チーム。
あ、おっと、これはですね、1P と 2P のスタートボタンを同時に押してください。いや、あの、同時です、同時。お、行きましたね。さあ、1P が友座小江戸チーム、 2P が機械グッチチームですかね。さあ、じゃあ、あの、心に決めたキャラを出してください。お、友座さんはバイソンで、グッチさんは竜。うわ、竜バイソン。あー、オア、いきなりオア、オアモード。もうゲージが溜まる。どうなってんだこのキャラ。オア、オア、ヘッド。あ、ここは覚醒の削り。あ、一度勢いに乗ると手がつけられないこのキャラ。 M バイソン裏からコパコパコパ。オアがもう一気に距離を詰めてくる。ヘッド。さあ、あっという間に一人倒してしまった。さあ、機械さんはどうする。ん、竜、竜ですね。投げていく。おお、突進見てからの昇竜。真空って、置き攻めは無理しない。こっから表ガードして、1ドット、0ドット。あーっと、対空が出ない。飛びが入る。もう半分ないぞ。昇竜置いてある。中ゴス大足。あー、対空オアオアオアが地上くらいになってしまう。まずは距離を取って波動拳を安全に打ちたい。ああ、相打ちでも大パンが痛い痛い。投げる。おお、昇竜切り返す。投げて、さあ、だいぶ巻き返したが、お、これは分かんないですね。真空ワーカード、ヘッド。さあ、硬直にしっかり中足波動。いやー、よく見てました。あ、小江戸さんのベガですね。あ、大将戦。さあ、このカラーのベガスとても強そうに見えます。ダブルに当てて画面足だ。ショーケーショーケー中足。おわ、打ち、ここはそうですね。これで確実に削っていく。うわ、歩きに昇竜を置いておく。お、サイコが当たって置き攻めが入ったが、ちょっとコンボミス。さあ、機械さん昇竜拳を打つだけの機械と化して
あ、勝ったのは、友ざこ江戸チームですね。じゃあ、ウィナーズの決勝ですか、これは。バイパー中島チーム対友澤小江戸チーム、やっちゃいましょう。さあ 1P がバイパー中島チーム、 2P に小江戸友澤チーム。さあ先方ちょっと、お、決まってますか。はい、じゃあ 1P の方は聞きました。あ、ちょっと迷っていらっしゃるのか。決まりました。じゃあどうぞどうぞ、心に決めたキャラをちゃんとお願いしますね。さあ、え、 1P は中島さんのホンダ、 2P は小江戸さんのベガ。ホンダベガですね。まあベガ2枚チームにホンダを出すという選択肢は結構いい選択ですね。さあ、もんでもんで後足百裂。すら、さあしっかり先端ね。さあ、まだ大きな動きを見せないこのラウンド。おっ、あー、つながってない。さあ、これはベガはゲージがあるので1回はハメを抜けることができるが、使わないで投げていく。さあ、ミドルキック、おっと、すこいでゼロドット、おお、今のは、ぬー、重ねが早かったんですかね、ちょっと突き抜けちゃいましたね。さあ、ちょっとした事故が起きて削っていく。あー、やはりね、ゲージがないベガは今飛びをガードしても多分大いちょうの餌食となっていたかもしれません。さあ、友澤さんもベガ行きますね。ベガベガチームでなんとかホンダを倒したい。あー、歩いて投げるぞ。無敵ないキャラは、もう自キャラの投げ回以外だともう無理ですね。さあ、しっかり5ヒットコンボ決めた。ベガーはゲージがないと本当に投げはめに対してかなり弱いんですから。そうですね、一応ですが。
まあ、ただやはり熟練の投げキャラ使いはね、しっかり相手キャラの投げ間以外から投げはめをやるのでね、なかなか厳しいですよ。さあ友田さんが取り返して、さあバイパーさんのホーク、さあホークは一度捕まえてしまえばそのまま勝てますが、立ち回りはベガの方がだいぶ有利という、この蹴りが厳しい。さあジャンプ中 P で落として置き攻め、削っていく。そうですね、この一度捕まえればなんですが、それが難しいんですよね、この組み合わせは。ベガは機動力があるので、通常技も相性とかもいいですね。さあこれですね、ここでお、なんとか逃げていった、つながって、お、チョップ、台形ガードした、中足。これは、あ、逆に出てしまう。歩いて投げた、最後置き攻めが入る。さあということで、じゃあウィナーズのまず勝ち上がりが友座小江戸チーム。じゃあルーザーズ、ハゲヒデチーム対破天荒湘南チーム。ハゲヒデ、破天荒湘南、破天荒湘南チームは龍ですね。はい、2P 取ったのが破天荒湘南チームでございます。さあ、ハゲヒデチームは先方決まりました。さあ始めてください。先方ヒデチュンリー、 1P 側、そして 2P 側破天荒龍。さあ、リュウチュンリさあ、リードしているのはヒデチュンリー、こっから戦列当たらず。さあ、チラリチラリしてから前歩き投げ、頭くるんですよね、あれね。さあ、開幕読み勝ったが3台入れなかった。おー、さあ、飛びが入ったか。さあ、画面端、さあ、まずは溜めたい。さあ、チュンリは溜まって前歩いてきたが、元気くんに差し込みと、これは見てからだったかな。ヒデチュンリーがハードを抜けて戦列を決めて、さあリーチをかけたのはヒデ、ハデヒゲチーム、ハデハゲヒデチーム、言いづらいですね。さあ、対空昇竜しっかり決めて画面端。
さあ龍は真空溜まったぞ。俺プレッシャーかけていきたいところ。さあまた対空大昇龍しっかり。さあこれはゲージを持って画面端と、これはちょっと遅かったか。さあアントビにならずめくりから、おっとここで昇龍ぶち当てて破天荒さん1本。さあ破天荒さんがゲージをためにいって、さあお互い溜まった。さあどうするどうする。おっと真空をなんかこう狙いにいってますね。おっとここで抜けてって、さあ今のは真空対空できたんだよ。どうなるどうなる、イデチュンリー死ぬのか死ぬのか。イデチュンリー途中が差し込んだ。これはチュンリーを起き上がらないダブル KO。 まあこれチュンリーが良かったですね今ね。お今度も3段し、今度はしっかり決めてって、さあめくりは通らず、さあ置き攻め足払い。さあおっとここは、あじゃあ湘南さんでしたね、ごめんなさい、僕破天荒さんだと思ってました今。ルーザーズ。さあ出てくるのはハゲさん。ハゲさん何に使うキャラ、キャラの選択は自由。おここで選んだのは先ほどと同じダルシム、ダルシム竜しっかりやればダルシムが有利。さあハゲさんのダルシムスキルはどんなもんか。おっと波動しっかりドリルで差し込むということは、これは知ってるぞ、これは流線知ってるぞ。これここでお、これ今戻りに今シンク当てましたね。あれちょいあるんだよね、すごく難しいんだよね。でもねあれをやるのはね、普通の波動でも難しいし、よく当てましたね今ね。まあ、でも狙いに行って正解でしたね今は。大抵ね総裁でうわーみたいになっちゃうね、ジュッジュッて今のは素晴らしかったね。さあ真空で削って、さあさあダルシムはまだこっからでも全然ある。あっとこれはゼロドット、昇竜拳勝ったのは湘南破天荒チーム。はい、次はペコお茶丸くんチームとうねいさじチームですね。さあちょっとヒデがかなり体調悪いということでここでリタイア。はい、あの心に決めたキャラをしっかり選んでいただければ大丈夫です。
さあバルログ対キャミ、さあこの対戦は、まあ、まさに頂点対底辺というキャラの強さだけを見ればそうなってしまうが、さあ4ヒット、さあでもねキャラの性能が全てではないのが格闘ゲーム、投げてひょう、さ あまりひょうを多用しない感じ、あーって言ってる間にめくりから4ヒットが、さあキャミー実は強いのか、あそしてペコさんは S 剣ですね、さああっという間、竜巻？うわぁリバーサー、さあキャミー苦しい、おコーパン、あ対応しちゃいますね、あ残るは、あうねがいる、あいい様、お投げて、俺はガイルペースか、まあもう無理はしないといったところか、どうよアッパー、ではアッパー結構 S 剣にはなんか潰されやすいイメージありますが、おおしっかり決めた、つながってましたね今の打点でも、これはでかい、さあめくり竜巻がアッパーの上を通っていく、あ波動ちょっと乗っかっちゃって、あ投げ返す、あ裏剣ソバットアッパー、さあいい動きしてますね、あ波動の当たる、置き攻めはダブルは裏から1回だけ、さあダメ出しをもらってしまううねがいる何回やってんだと、はい、じゃあペコお茶丸くんチーム勝ち、で次はこの勝った2チームでいいのかな、あ、違うか、
じゃあ次は、発展校湘南チームと機械グッジチームですね。はい、グッチさん出番です。さあ嬉しそうに 2P を取った機械さん、はい、先方の方を決めましたら、そのしっかり決めたキャラをじゃあ出してください。さあ 1P は破天荒さんの竜ですね。 2P がグッチさんのホーク。さあなあっという間に1本取っていくぜ。お、回す。さあこれグッチさんのフォークをかなり使いこなしてますよ。あれグッチフォークこんな強かったっけ。さあハメの精度がだいぶ上がってますね。これバイパーさんが実はやってたとかじゃないですよね。なんか二人羽織で実はバイパーさんが操作してたとか、そんな不正はないですかね。さあ大志、あー見えている大昇龍。さあこれ見逃さないですね。コンドルはしっかり落とす。さあどうする、グッチホーク方から真空、うっ、まだ生きている。あー大足。さあ残るは機械さんですね。さあキャラはまあ竜ならば、相手が竜ならばそうですね、ガイルを出しますね。お、飛び入ったけど投げに行きましたね。さあしかしゲージが竜のゲージがあるのでまだ逆転はできますね。裏剣、あーゼロドット。さあ大昇龍減る、投げて飛びから大ゴス。飛び入る。投げて真空ガード波動。
いややっぱ竜ガイルは熱いっすね。裏剣、あーっと飛びが入った。さあ、機械グッチチーム勝ち。じゃあ次は、ペコお茶丸くんチームと山本茶坊主チームですね。長いですね。長いわ。11人2ライブあるんですね。8。そうですね。長いからなしにします。これはいいっすね。さあ、1P に山本チャボズチームか、 2P がお茶丸くんペコチーム。さあさあ、先方決めたら心に決めたキャラでスタートしてください。さあまずは山本さんのチュンリーとお茶丸くんのバルログ。さあ4強対決、これどうなんですかね。結構いい勝負なんですかね、バルログチュンリーって。まあバルログの有利なんでしょうけど、割とチュンリーならいける方ですよね。さあテラテラ決めて、さあひょうひょう始まる。離れて転がってゴロゴロ、あーやっぱり最後はこれ、これね最後絶対打ってきますので、この前もそこを突かれて負けてしまったという。さあひょうひょうして、ひょうひょう投げる、くぐって投げ、投げる、うわあれ強っ、あ爪が取れた。しかしお茶丸くんは爪などいらんと、拾いにくそぶりも見せない。さあ今日が始まる、投げる、ひょうひょう、さあスカイハイ、さあ最後はゴロゴロ。さあお茶丸くんが勝利。さあ茶坊主さんはバルログに対して、わあタイガー、さあさすがに、さすがに青パンに履き替えた。さあしかしまずはこれお茶丸くんペースか、ひょうひょうがうまく決まっている。さあじりじり体力を詰めていったが、あおおこれは、あバルログ立った、バルログが立った、立ったよ。いややっぱりこの青パンのアパカは威力高いですね。ああいううちすげえ減るな。あ、まさかまさかまさか、ああ
バルログ立てなかった。あー、アッパカット伸びきったとこでもだいぶ減りますね。うわー、痛い。これはアッパカット減る。さあ、ヒョウが当たるぞ。さあ、こっからヒョウヒョウモード、アッパーカット、ヒョウヒョウ投げ。さあ、お茶丸くん2人抜いた。さあ、ペコお茶丸くんチーム勝ち。で、じゃあ連戦になりますかね。じゃあ機械グッチチームとペコお茶丸くんチーム、あ、再戦ですかね。これ1回戦の再戦になりますね。じゃあこれで勝った、この試合の勝った方と、バイパー中島チームですね、それがルーザーズの決勝になると。さあ、機械さんはまた 2P にいる。さあ、じゃあ心に決めたキャラで始めてください。さあ、ペコさんのエスケンとグッチさんはバイソン。グッチさんは毎回使うキャラが変わりますね。かなりいろんなキャラを使える。さあ、ゴツゴツ、うわ、あ、バックジャンプの着地する前を狙ってましたね。いや、ちょっとダブル入り身はちょっと長いですね。軽い気持ちでやるもんではないんでしょうかね。あ、でもあと3試合ぐらいですかね。うわが2ヒット、おお、まあ閉店1時なので、まあそれまでには絶対終わるでしょう、さすがに。おっと、小江戸さんの終電が11時半。さあ、ちょっとじゃあ巻きで、あの、急ぎでお願いします、試合の方ハイペースで、ハイスパートでな感じで、長州力な感じで。ああ、オーヘッド、うわ、投げて、投げる、アッパー、あ、このアッパーでうまくヒョウを潰す。おー、ヘッド、そうか、あのグランドアッパーとヘッドの二段構えなんですね。いや、これは強いです。
さあ、機械グッチチーム勝利。じゃあルーザーズの決勝です。機械グッチチームとバイパー中島チーム。さあ、じゃあ心に決めたキャラで始めてくださいね。あ、大丈夫ですよ、申告なくても。もうあの皆さん紳士ですから、相手キャラを見てキャラを変えるなんていうことはしないと信じております。さあ、まずは中島さんのガイルとグッチさんの竜ですかね。さあ、竜ガイル。さあ、中島さんも竜はやはりやり慣れているでしょう。グッチさんは今日は竜は初ではないか。裏剣。うわー、投げ行ったところに真空だー。飛び、ここで飛び。あー、中パンだし、つなげていく。うわ、勝利勝利。真空ガードしてダイヤシャドウ。わー、コア様切っていく。うわー、さあ、竜巻やら昇竜やらを匂わせて歩いて投げる。いやー、これ熱いっすね。さあ、そしてバイパーさんのホーク、2人抜くしかない。あー、コンドル入る、セーフから、あ、後ろ竜巻、いい逃げ方をします。乗っかっちゃう、当たる。うわ、上見えている。見えてるぞ。さあ、バイパーさんはでも狙ってるでしょうけど、さすがにあれはどうしようもない。さあ、今小江戸さんは多分グッチさん早く勝ってくれと願っているでしょう。しかしバイパーさんはどっからでもまくゲージがあるぞ。さあ、距離を取っていく。ゲージのあるバイパーさんには近寄らせない。わあ、対空見えている。あ、ということで、機械グッチチームがじゃあルーザーズを勝ち上がっていきました。はい、じゃあ決勝です。ウィナーズ勝者とルーザーズ勝者の決勝ですね。それでいいんですか。あ、大丈夫ですか。あ、じゃあ、まあ、ウィナーズの
勝者がそういうのであれば負けたら考える。まず一回やってみると、それから決めると。ライフ性を破棄するかどうかは一回やってみてから決めると。まあ、これも勝者の権利ですかね。さあ、じゃあ心に決めたキャラで、じゃあまず1ゲーム目。さあ、これまずあの友沢小江戸チームが勝てばもう何の問題もなくそのまま優勝で、グッチ機械チームが勝った場合は、ライフ制を適用するかどうかを考えると。まあ、そんな感じになりました。まあ、小江戸さんの残り時間とのまあ相談ということなんでしょうかね。さあ、友田さんがノリノリで応援しているぞ。さあ、小江戸さんとしてはやはり自分で2人さっさと倒して帰るぞと。さあ、あー、ピヨった。さあさあ、小江戸さん強い。終電がかかっている小江戸さん強いぞ。さあ、2人目の機械さんはガイルですね。さあ、俺の終電のためにさっさと負けろと。さあ、しかしガイル、機械さんのガイルがまず大幅にリードしていく。さあ、機械さんは終電に乗せてなるものかと。さあ、一本取っていく。わあ、空投げ。さあ、機械さんは本気ですね。さあ、かなり体力差ついた。まあ、ベガなら逆転できなくはないですが、この守りに入ったガイルを崩すのは厳しい。うわあ、リバッサでゼロドットのベガ。さあ、2人目友田さん。さあ、キャラは、キャラは、おお、ベガですね。投げる。うわ、さま溜まってますね。相打ち OK で取っていく。さあ、ピヨったぞ。さあさあ、終電まであと1本。今なら間に合うはずです。お、あの謎の2ヒット、2ヒット目が空中という、あれたまにありますね。うわぁ、ためが早い。投げて、さあ、裏からいった。さあさあ、これ文句なしの、優勝、本日優勝は友沢小江戸チームです。おめでとうございます。さあ、じゃあ写真とか間に合いますか。もう大丈夫ですか。じゃあ
はい、ということでじゃあ本日の大会は終了いたします。さあ結構じゃあ時間がもう遅くなっちゃいましたね。じゃあ本日はじゃあこれで終了いたします。お疲れ様でした。さあ小江戸さんは間に合うと言ってましたので多分大丈夫でしょう。